はい、どうもスカイチステックな怠け者テッケテッケです。そして明日はメンテビーになるので更新情報を一緒に見ていきますか。はい、まずは課金情報ということで、はい、こちらに関してはいつも通りの内容ですね。はい、そして願い返しきますね。願い返しっていうのは桃の木に向かって30元宝、300元宝、3000元宝、3万元宝を投げ込むことで最低で 1.2 倍、最大で2倍になってその元宝が返ってくるというノーリスクハイリターンの神イベントになってます。まあ、例えば3万元宝桃の木に向かって投げ込めば、まあ、最低でも3万6000元宝、最大では6万元宝になって返ってくるというようなものになっているので、まあ、月2回この願い返しがあるので、ゲーム始めたてのプレイヤーさんはまずは3万元宝貯金するところまでがこのゲームのチュートリアルになるので、3万元宝貯まるまでは節約生活頑張って送ってみてください。で、どういう風に元宝貯めていくかよくわからない人は、私のチャンネルのランカーがゼロから放置少女やり直してみたセカンドシーズンの1話から見ていただければ、まあ、ちょっと今と昔で内容違ってる部分複数ありますが、まあ、大体の流れはわかると思うので、ぜひそちらの動画も見てみてくださいね。はい、ぜひ1話から見てみてください。さあ、そしてはい、きますね。累計消費少女の出会いの縁剣心の祝福の期間、明日から始まります。はい、この出会いガチャですね、混沌の装備がゲットできるガチャになってますが、まあ、普段の確率がかなり渋めのガチャになっており、あんまり普段回すのはおすすめできないんですが、まあ、明日から始まるイベント中であれば、まあ、ガチャの確率でミスったとしても使った元宝数に応じてこのときめきメモリーズっていうのがもらえて、でそれと少女の返礼を交換することができ、でこの少女の返礼っていうのは混沌防具と交換することができるので、まあ、ガチャで外したとしても確実に混沌装備を狙いに行くことができる期間になってますんで、まあ、元宝を使って混沌素材集めるのであれば、このゲーム内でもトップレベルに安く集められる期間になるので、月2回ありますので、元宝に余裕がある方は参加してみてもいいのかなと思います。さあ、そして星の羅針盤きますね。はい、こちらのガチャに関しては、はい、こんな感じの元宝を使ってガチャを回して、右上にある星岩石や星岩石の絆なんかを集めていって、まあ、それを UR1000 や UR SSR のカプセルと交換することができるガチャになっており、まあ、たまにいい副賞ちゃん来るんですが、今回 UR1000 の方は長領加藤清正、佐々木小次郎、茨城同士陽玉ということで、まあこれといって特にすぐに取るべき副賞ちゃんはいませんね。また明日以降実装されたら、残りの UR ガチャだったり SSR ガチャなんかの中身も見て、もしいいのがあったら動画にしようかなと思いますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。さあ、そして祝儀譜も来ますね。はい、明日月落ちあやめが来るということで、こちら480円で毎日200元宝と千両育成炭5個、あやめの箱1個が7日間もらえるということで、まあ、特にあやめの箱の中にあるラキスタ券なんかが、このゲーム内でラキスタ券を集めるのであれば、割とトップレベルに課金効率のいい入手場所になってますので、まあ、ある程度課金に余裕がある方、美課金以上の方はおすすめできる課金アイテムになってます。さあ、そして深夜の駅、これはあ、ケイか、ケイカちゃんですね。はい、明日 MR アバターケイカちゃん再販となりますが、まあこのキャラクターはかなり昔に出てきた MR のアバターですね。で、出た当初の時点ですでにあんまり強くないとまあちょっとスキル性能が UR1000 の時代からあんまり伸びなかったキャラクターなので、まあ今の聖 MR 時代にはさらに取り残されてしまっているというところで、まあ立ち絵の猫ちゃんの数はだいぶぶっ壊れなんですが、ちょっとスキルの方が今の環境には全くついてこれていないので、まあ運営さんもしよかったら誰も文句言わないと思うので、ケイカちゃんのサイレント情報修正お待ちしてます。さあ、そして明治の地獣、これは聖丸来ますね。はい、絆240ともここに書いてあります。で、名前は白沢、誰、親戚の子、はい、ではなさそうですね。明日また聖マール、やっぱり月半ばのやつ来ますね。あ、ちょっと YouTube さんにとって刺激が強いんでちょっと映せませんが、過去を喰らい世の全てを蓄えた知識、しかし明治の地獣、白沢はあなたに興味つつです、香り高いあなたの過去のその味に、はい、ということでちょっと見ていきますか。はい、ちょっと諸事情によって体は映せませんが、顔面ドアップですね。なんかほうけた顔してますが、後ろに大量の書物が並んでて、いや、こう見えて知識やばいタイプですね。これ帽子でしょうね、きっと。うん、周り見る感じだと、もう書物だらけというところで、いやー、聖マール、弓章来ないですね。意地でも来させない気ですかね、上さん。ちなみにこれは、ランゼロセカンドシーズンの獣縛りには、一応クリアですかね、角生えてるし、動物じゃなくて神聖なものな感じしますが、一応獣モチーフにしてそうなんで、もし強ければランゼロセカンドシーズンの方で投与を考えたいと思いますが、いやちょっとね、月半ばに来る MR キャラクターあんまり強くない印象あるんで、はい、そんなに期待しないで待ってようかなと思います。で、スキル的にも今この前のメンテ明けに新たにネタバレした白バフのハロー、まあ、会心攻撃される確率が減少する白バフが1個新たにつくぐらいで、その他は既存の聖護バフだったり、まあ、罪悪状態や、もしかしたら最悪の風魂なんかもつけてくれるかもしれませんが、まあ、今あるここら辺のネタを使って作られるキャラクターだと思うので、まあ、そこまで爆発的に強くなることはなさそうかなという気がしますが、まあ、ただ先月の反省を踏まえて逆に振り切ってぶっ壊れ持ってくる可能性もね十分にあるんで、まあ、ちょっとせっかく獣キャラクターなんで期待していようかなと
ということで、テケテケスキル予想としては、このハローを利用した最大限の活躍をさせるスキルということで、まあ、このハローが会心攻撃される確率が減少するものなんで、敵のノーマル攻撃を誘って、ノーマル攻撃だった場合にはダメージを完全カットできるキャラクターになると予想したいと思います。リシの攻撃によるクリティカルダメージ完全カットのノーマル攻撃バージョンですね。いや、これ当たったらすごいし、もうそれは強いキャラですね。そしてまた明日ガチャに並んだら投与した上で検証して分析動画アップしていきますので、テキテキ明日、月半ばの CMR キャラクターの分析頑張れということで、グッドボタン押してもらえると元気が出ます。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テキテキのよりマニアックな情報を知りたい方は、この動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方もぜひ覗きに来てくださいね。はい、それでは。